ガリア軍とは、土星の外部衛星のうち、軌道長半径が1600万から1900万 km、軌道傾斜角が比較的小さく、軌道離心率は0.5前後と比較的大きい、巡航軌道を取るグループである。2018年現在、このグループに属する天体は4個発見されている。これらのうち、アルビオリックスは、 推定直径が3 2トルであり、ガリア軍の衛星の中では最大である。このほか2019年に発見された S2004S24 もガリア軍に類似した軌道要素を持っている。しかし、ガリア軍に属する他の衛星と比べると、はるかに遠方を肯転する軌道を持つ。そのため、かつては内側にあったものが外側に移動してきたものか、あるいはそもそも、 ガリア軍には属さない衛星である可能性もある。ガリア軍の衛星の固有名は国際天文学連合の命名委員会でガリア神話に登場する神などの名前から命名されている。土星の不規則衛星の軌道要素を示した図。横軸は軌道長半径、縦軸は軌道傾斜角である。黄色の線は金土点からエンド点までを表しており、 軌道離心率の大きさに対応している。ガリア軍の衛星は図の最も髪型に固まっている、イヌイット軍のやや下にまとまっているのがわかる。ガリア軍の衛星は軌道要素が類似しているため、共通の起源を持っていることが発見直後から予想されており、単一の天体が衝突、破壊を起こした破片からガリア軍が形成された可能性があると考えられている。 その後の観測から、ガリア軍の衛星の表面はどれも似た、淡い赤色を示すことが分かっており、色指数は B、V イコール0.91、V、R イコール0.48と測定されている。また赤外線でのスペクトル指数も類似していることが分かっている。最近の観測では、ガリア軍の最大の衛星である、アルビオリックスの表面は異なる2つの色を示すことが分かっている。 片方の色はエリアポトタルボスの表面と似ているが、もう片方はあまり赤みのない色をしている。このことからエリアポトタルボスはアルビオリックスへの天体衝突によって発生した破片であり、衝突の際に赤みの薄いクレーターを形成した結果としてアルビオリックスの模様ができた可能性が示唆されている。このような衝突を起こすためには、 アルビオリックスに衝突した天体はサイズが 1km 以上、相対速度は秒速 5km である必要があり、その結果として半径1 2キロメートルの大きなクレーターを形成する。同じ土星の衛星であるフェーベの表面には多数の大きなクレーターが発見されており、土星周辺では過去にこのような天体衝突が頻発していたことを示している。ありがとうございます。